あれじゃないですか、もうとりあえず、やっぱあの滋賀戦のフリーキックですかね。こんなとこっす。後半の最後の方だったよね。最後の方ですね。最後で決めたやつです。そうですね、あとは滋賀から復帰して鹿児島戦の時のゴールですか。結構気持ちよかったです。いや、俺その2本しか入ってキックは仕事なんで、ちょっとまあ、そういうところを意識して、もっと高めていきたいです。まず、バンラで八戸は知ってますか？知ってます。はい、試合は見に来たことありますか？ないです。ちなみに、バンラで八戸の順位は知ってますか？今、どんどん上がって、J3、はい、になった。はい、を目指してます。J リーグはいけると思いますか？いけます。頑張れ。ちなみに試合がある日は何をして過ごしてますか？買い物行ったり。え、バンダーレ全然わかんない。そうなんですね。かっこいい選手が多いチームなんですけれども、はい、サッカー選手にどこにデートに連れて行ってもらいたいですか？海。あ、そうですよね。地の部屋だけどね。ちなみにデートに連れて行ってもらって、海で何をしたいか。海で、はい、何しましょうか。とりあえずお散歩。わかんない。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。バンダーレの質問。そうです。バンダーレ八戸は知っていますか？知ってますよ。はい、KFL。 あ、そうです、そうです。試合に見に来たことはありますか？試合、残念ながらまだ行ってないんです。行こう行こうと思っても、ちょっと、はい。ハマるとかよ。じゃあ、バンラーレ八戸の順位は知ってますか？1位か2位。ラストステージは1位で、はい、現在は2位。そうそう、優勝ね。はい。で、Jリーグには行けると思いますか？もちろん行けると思うんですよ。もうね、J3 の資格はもうあるみたいなので、まだ足りないところもあるんですけれども。なるほど。何だと思いますか？観客とか、それからね、何千人入んなきゃいけないとか、競技場がうんぬんとかね、そういうのはやっぱり気にしてました。はい、で、まあ、基準を満たす新スタジアム建設してるのはご存知ですか？知ってます、知ってます。どちらにあるかは分かりますか？どうだろう、市川の方か。あ、そうです、そうです。ご存知ですか？ちなみに好きな選手はいますか？うちに何人も来てます。その中でちょっといけてるなと思った、NTT のいる。お盆中でも朝一は行います。大きい人ですか？大きい人。
ディフェンスの方、成田くん行います。いけてますもんね、はい、韓国韓流スターみたいにかっこいいですね。彼はかっこいいね。かっこいいですね、はい、で、試合がある日は普段何して過ごしてますか？試合のある日、僕ですか、はい、あ、ちょっと忙しいんで、あの試合見に行きたくて仕方ないんですけどね、あの、はい、知ってる人もいっぱいいるんで、はいはい、まあ、いずれ行きます、はいはい、ごめんなさい、まだ、はい、よろしくお願いします、はい、必ず行きます、はい、ありがとうございます、はい、お弁当も食べに行きます。そうですよ、なんかあの、ね、今のバンダールナーレでお弁当食べるとで、サイダーも新しくできたのでね、三島のバナナと、もう一つあった普通のサイダーとできたので、はい、ぜひ来てください。はい、一ケースぐらい買います。みんなで飲もうバナナサイダー。じゃあバナナの風味がしてとても美味しいです。すごい爽やかで美味しいです。おかわりください。いやー、このシュワシュワ最高です。バナナの風味があって最高です。最高です。ご協力ありがとうございます。はい、どうも。早く言って。ふざけんじゃねえぞ。ふざけんじゃねえぞ。頑張れ、バンダーレ。最高です。本当に。誰言って？バンダーレ、頑張れ。俺どこ人？いいの？どこ人？僕？うん。静岡だよ。頑張れ、バンダーレ。よし。一本シュート、バンラーレ。一本シュート、決めろ、バンラーレ。おしゅーい。やっぱり昔やってたので、見てるとやりたくなる。で、今回の相手がやっぱりうまいな。相手だってボールをこう取りにちゃんと行ってたもん。バンラーレの選手たちボールが来るの待ってたもん。ダメだね。その分で違ったんじゃないかな。前半の1点入ったのをバナナ先に、ね、先制したけど、あれ、おまけだろ。そんなにいますけど、先週のいいんですか、これ何か。ドッキー声出るか。大きな声でどうぞ。あ、うん、まあ、得点は取っても死んでいたから。あと最初ゴール取ったその後もストリーム集まらない、ね、まあ、きちんと決まってないよ。ということで、バンガール八戸は昨年から JFL に参入しまして、有料試合となりまして、それでも、1000人を超える観客サポーターの方が、スタジアムに足を運び、そしてこう全国の強豪と今当たり合っているわけですけれども、今のバンダーレ、まあ、そしてたくさんの市民サポーターの皆さんが応援している姿を見て、何か1年目からご覧になってて、今のバンダーレどう寺津さん映りますか？いや、もうここまで来たらもう一刻も早く、はい、当然 J3 に上がってもらいたい。 J3、同じやっぱ子供たちの目標、まあ、J リーガーになりたいと思う。目の前にも目標ができるわけじゃないですか。はい、同じ、まあ、JFL の J と違って、まあ、J リーガーになりたいっていうのもはっきりした目標ができるわけで、はい、もう本当に早く J に上がってもらいたいと思いますね。うん、はい、それだけの力を持ってますか、今の段があれば、寺津さんからご覧になると。いや、簡単には勝てないと思いますよ。間違いなく去年とその変わらない選手の中でこのレベルアップしてますよね。はい、で、
全然太刀打ちできなかったの、強いイメージのクルージャーでさえ J3 でなかなか勝てないぐらいの、はい、やっぱ、まあ、J のレベルってやっぱ厳しいと思うんですよ、はい、だからもっと生まれて、まあ、強くなる可能性っていうのは十分秘めていると思うんで、うん、そのままの勢いで強くなってレベルアップしてもう J に行ってもらえればなと思ってます、はい、それがまた子供たちの夢や目標になるんでしょうね、はいはい、初代キャプテン、この辺選手、はい、あ、この辺さんか今のバンラーレどう映るか、そして今後のバンラーレにぜひ期待することをお願いできますか、はい、私たちがやってる当時は JFL で優勝するっていうのはもう考えられないぐらいの快挙を成し遂げたと思います、うん、青森県のサッカー史上長かったわけですからね、はい、やっぱりもう来年ですか、はい、来年 J3 にいても早く上がってもらって、うん、みんなの期待をもっともっと膨らませてほしいなと思います。うん、街の盛り上がりというものも感じますか。はい、まあ、選手たちはあのお祭りとかいろいろ行事とかにもそうですね、はい、一生懸命参加してくれて、はいはい、すごくいいと思います、うん、地域貢献活動もね、はい、まあ、バンラーレができた当初もね行われていましたけれども、はい、そういった活動もしているということになります。ぜひあのファンのサポーターの皆さんも、こういった初代監督、初代キャプテン、そういった方々の、頑張りがあって今のバンラーレ八戸があると、そういった皆さんの思いも含めて、J リーグに進んでいるということをぜひしていただければと思います。ぜひ寺地さん、小林さんには今後もバンラーレを応援していただければと思います。今日は本当に貴重な話を伺いました。バンラーレヒストリー、初代監督の寺地和美さん、初代キャプテンの五戸誠二さんにお話を伺いました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。私たちですが、今日はバンラーレ八